お待たせいたしました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は左の小笠原、対するカープの先発は右の九里、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。左の小笠原、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは宇草。第9球投げました。初球打った、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ハツキ。背番号69。第9球サークルチェンジはボール。投球これから2球目、アウトコース高め、空振り。投球はこれから3球目、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げた、打ちました。セカンドゴロ正面、高松掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番菊池。第9球初球空振り、ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。投げた、ボール。第3球は空振り、ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。ボール。第5球投げた、引っ張った、ファール。投げた、ボール。投球これから7球目、打ちました、フラフラっと上がった、高松下がっていった、取ってこれで3アウト、チェンジ。小笠原、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターはマクブルーム。第9球投げた、ボール。第2球投げました、ボール、アウトコースへ。第3球を投げました、打ちました、三遊間、阿部ボールを掴んだ、サードから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。第9球投げました、初球から打ってった、ライトへの打球掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番上本。背番号0。第9球初球空振り、投球これから2球目、見送ってボール。第3球打った、切れていきます、ファール。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第5球投げました、アウトコース、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、三遊間へのゴロ、水を脇取った、一塁送球、一塁アウト。これはアウトです、スリーアウト、チェンジ。小笠原、三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で高松。第9球投げた、顔の前通過。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打ちました、ライナーだ、ヒット、レフトからセカンドへ、二塁セーフ、高松。
3回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは小園。第9、外れた、ボール。第2球投げた、アウトコース低め、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んで第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げました、スラーブはボール。第6球を投げました、打ちました、ファールボール。投げました、空振り三振、バットアウト。バットが空を切りました。右バッターボックスは8番中村。第9投げました、初球空振り。投球これから2球目、打った、第3球を投げました、1球外した、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投球これから5球目、ボール。さあ6球目、打ちました、打球はサード後方、阿部バックしていった、余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー栗。第9ボール。第2球投げた、低めの球空振り。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、溝脇交代、落下点に入った、取りました。これで3アウト。小笠原、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはうぐさ。第1打席はレフトフライに倒れています。ボール。第2球投げた、ボール。第3球は外れた、ボール。第4球を投げた、あっと引っ掛けた、これは打たされてセカンドフライ、噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには初期。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。サークルチェンジャー、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、縦のカーブ見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ファール。さあ6球目投げました、打った、ファールボール。さあ7球目投げた、打った、右中間へのフライですが、右中間深いところをつかみました。バッターは3番菊池。第1打席はセカンドフライに倒れています。第9投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、内角低め、外れてボール。第3球を投げた、スラーブ見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、150キロ直球、空振り三振。小笠原、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。ドラゴンズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で高松、ストレート見送ってストライク。第2球2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。
4回の裏が終わりまして1対0ドラゴンズここで先制点を挙げています。5回の表これからカープの攻撃に入ります。トップバッターはマクブルーム。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました。見送ってボール。投げました。ストレートはボール。投球これから4球目。打ってきた。ピッチャー返し抜けた。マクブルームいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは5番坂倉。第1打席はライトフライに倒れています。ボール。第2球投げました。ストレートはボール。第3球ストライク。第4球を投げました。空振り。次は5球目投げた。ボール。第6球を投げた。打った。センター前に出る。取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。第1球ボール。第2球投げた。低め縦のカーブ外れてボール。投げた。ストライク。第4球は打った。ライト方向へ持っていきましたが掴みました。中継。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第1球外角ボール。第2球ボール。投げた。3球目空振り。147キロストレート。次が4球目投げました。ストレートはボール。第5球投げました。打ちました。次が6球目ランナースタート。打ちました。これは平凡なレフトフライ。掴んでこれで3アウトになります。小笠原ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。カープ追う展開で迎える6回です。バッターは相澤。第1球投げました。初球外れてボール。第2球投げました。内角低め見送ってストライク。第3球を投げました。3球目空振り。次が4球目投げた。ボール。次が5球目打ちました。セカンド右横のフライになりました。セカンドを落下点。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー九里。第1球決まってストライク。初球ストライクから投げた。2球目空振り。少し意識しすぎたか。追い込んでから投げた。外れた。ボール。次が4球目投げた。見送ってボール。第5球投げた。ボール。投球はこれから6球目打った。ファースト左へのゴロ。石岡そのままベースを踏んで2アウト。ピンチヒッターは松山。代わりましてバッター松山背番号55。第1球投げました。1球目ストレート空振り。1球目空振りから第2球投げました。変化球見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで投げました。ボール。さあ4球目外外れてボール。次は5球目投げました。打ちました。ボテボテのサードゴロ。阿部ボールを取る。アウト。スリーアウトチェンジ。小笠原3人でピシャリと抑えています。6回の表が終わって1対0です。
さあ追う展開で迎える7回です。バッター中村。第9球投げました。低め、縦のカーブ外れてボール。投げた、打ちました。ぐーんと伸びて右に切れました。ファー投げた、直球空振り。投球これから4球目。高めの変化球はボール。第5球投げた、外れた、ボール。さあ6球目、インコース引っ張った、ファール。さあ7球目、投げた、打ちました。センター前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番菊池。今日はセカンドフライと三振。第9球ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、ボール。第3球はインローの直球はボール。第4球は打った、高松下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マクブルーム。第9球投げました、ボール。まずは高め。第2球投げました、打ったに当たりだ、ライトへ持っていった、取って、これで3アウト、チェンジ。小笠原、この回ピシャッと3人で抑えています。7回の表が終わって1対0です。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは高松、投げました、打ちました、初球打ち、レフト交代、破った、ボールが転がる、中継、打ったバッターは3塁へ向かう。高松スリーベースヒットを放ちました。先ほどのプレーです。さあ追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁3塁という場面で高松、今日はここまで初球打って出た、ワンバウンドヒットになった。ドラゴンズダメ押しの追加点が入ります。高松タイムリーツーベースヒット、ドラゴンズなおも小笠原降板、マウンド上は谷本、今日2番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、見送ってボール。第2球投げました、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません。三好掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには上本、今日はショートゴロとライトフライ。初球決まってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、低め見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。空振り三振。バッターは7番小園、今日は三振とレフトフライ。低め外れてボール。第2球投げた、打ちました、強打、バックしていった、ヒットになります。小園ナイスバッティングです。バッターは8番相澤。第9球投げた、真ん中にストライク。第2球低め際どいボール。第3球を投げた、打った、ファールボール。次は4球目、打った、引っ張った、ファール。投球これから5球目、打った、サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました、取りました、これで3アウト。カープファーストランナー残塁、8回の表が終わって7対0です。何としても得点を挙げたい9回です。バッターは野間。第9球投げました、初球フォークボール空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。
第3球は打ちました。引っ掛けた。内野ゴロ。高松掴んだ。セカンドから一塁送球。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って松山。第1球投げました。初球はカットボール、空振り。タイミング合いません。第2球投げました。ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。投げました。3球目空振り。次は4球目投げた。打ちました。第5球投げた。ボール。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ちました。投げた。外を際どい。ボール。投球8球目投げた。変化球。空振り三振。バッターは2番中村。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。投げた。ストレートはボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。カットボール空振り。少し意識しすぎたか。投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。これは内野へのフライだ。谷本落下点に入った。マウンド後方をつかみました。ゲームセット。ドラゴンズ快勝しました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧